おはようございます。今日は15日、4月15日ですね。まず昨日の続きとして、これさすがにこれ高いんで、この台所の高さに揃えます。ほんで、まあ、そうだな、これらは粗大ゴミとして翌日に、という方も送ってきます。まあ、それまでに行きます。でもこれだけ高くした理由もあって、これガスも使ってないけどガスの線なんですよ。それが多分ね、油まみれになるの嫌だから、アルミホイルでやったんですよ。で、油まみれになるのが嫌なので、ね、また高くしたんですけど、まあ変わんないよね、油が跳ねれば変わんないよね。で、高くしたら油がさ、この窓の木枠に跳ねるから余計ダメだよなということに気づき、もうちょい切りますわ。なんでやってきます。今回はこれ台所のガス台があったところですね。でこれを IH に使うのに、なんだろうな、デコボコなんですよね、この台所、この家の台所。だからこれ全部シンクごと入れ替えちゃえばよかったんですけど、まあさすがにそこまで時間と金はないということなので、まあこれ、シンクを、まあ高さを揃えるちょっと台を作ろうと思って、まあ一応ビーターではないにしろ、まあちょっと揃えましたね。で、今気づいたことなんですけど、こっちとこっちは実はこの台所の方が若干微妙に低いんですよ。なので、まあ一応ね、こう間違っちゃったんで、これでカバーをしてきます。まあ本来だったらこのガス IH がもし足かかればいいんですけど、そういうわけにもいかず、まあこんな感じで、まあどんどん開いていく感じですね。まあ大体 IH なんで、まあ昨日の動画でも言ったんですけど、そのガスみたいにジェットみたいに、ジェットって屋台の、なんだろう、レストガヤとかが作ったり、あとは災害とか被災した時にガス管につないで、そこに寸胴を乗っけて、ね、炊き出しとかする、あれ、ジェットってやつがあるんですけど、あれみたいに、あとは中華料理屋の厨房みたいに、中華鍋がガーガーガーって振るとかっていうのはないんですよね。まあ、IH なんで。だからまあそこまで激しく、やるとは思わないんで、まあ大体これぐらい多少ガタがあっても OK です。はい、ってなわけで、まあ、次いきましょうかね。はーい、次はですね、まあ昨日のまた続きになりますね。はーい、洗濯物をくぐってこっちへ来るとこれっすね。昨日買ってきたドンキホーテですね、驚きの安さ、カーテンの処分品、これ2000円なんですよね。秋田で地元の相場を見て、大体2000円とかですね、新品にしようとか。で、なんか、物置の中で眠ってて、それを1500円とか2000円で出すんで。だったらもう鼻から2000円出すんだったら鼻から新品処分金を買っておくと思うので、自分がいいっていうんで、こうしました。じゃあちょっとここカーテンレールをつけていきます。ちょっと178×2 なんで、178×2 のカーテンレールを去年ね、外した。納屋にしまってあるんで、まあ、ちょっとそれ探しに行きまーす。はい、はい、まあ一応多少ビタじゃなくて短いけどいいのがあったんで、まあこれをバチッと、あっ、何だろう、あ、そうか、木枠の部分、内元の共通部分ちょっと狭いから結構バッチリですね。
まあこの時はですね、まあ並行してやってましたよね。まあ何せちょっと窓の開閉ができないんですよね。なので窓の開閉がちゃんとできるように、もう一回レールを付け直しているところです。まあレールって言ってもね、レールじゃないんですよ。簡易窓キットってやっぱりその窓キットっていうなんかネーミングがつくと高いんで、なんとか天井見切りですねっていう安いやつがあって、あれがいい溝とか深さなんであれ使ってます。ちょっとね、今気づいたけど178はちょっとでけえわ。というので、まあこれはそこに使いますよ。178はでかいんで、まあいいかなって感じです。で、あとは、あとはこれが足りないんですよ。これが足りないんで、ちょっとこれを探しますか。はい、ちょっとこれを購入で、こんな感じですね。まあ、一応カーテンレール外しておいて、これ正解でしたね。で、外したときに、こっちに突っかえがないから、このカーテン止めるこれがですね、コロ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 ってこう、なんだろう、出ちゃったんですよ。で、そのときにめんどくせえって捨てちゃったんですけど、それが2年前になります。で、まあ、2年前のことをたった今後悔し始めてるっていうことなので、なんか思わないかなと思うんですけど。で、まあ、一応、これ終わったんで、まあ、あとはこれですね。で、最悪他のカーテンレールがまだあるんで、そこから2色をします。そんな感じですね。であとはちょっと次は僕の窓の、20窓の寸法を測ります。じゃあね、これが今僕の部屋です。ちょっとろ過しました。で、まず、カーテンレールをカーテンをつけるまでの間に合わせとして、半端につけたこの、まあ、竹の、ね、すだれの首をね、ここからやりましょうか。で、まあ、まずは、まあ、これが4月か、自分の動画で見返して初めて知るんですよね。それほどまでに覚えてないんですよね。それだけ必死だったからね。まあその3年間やった人間のみぞ分かることっすよ。チクフルの安いやつ買って傾きと、雨漏れがしてなければまあ買いますよ。まあ自分の部屋が一番こう不快適っていうかあれだったんですよ。あんまり過ごしにくかったんですよね。だからまあこの時はですね、まあ8畳まで寝てましたけど、まあ、8畳間を客室にするとは、自分決めてたんで、入居スペースですね、にするとは決めてたんで、まあここ、多少狭くなったんですけど、自分の部屋にすると決めました。最初これ6畳までもっと広かったんですよ。で、なんで狭くなったかと言われれば、あれがあるんですよね。洗濯機を、脱衣所から出さなくちゃいけないっていうのがあって、まあ結局その、全部脱衣所とかが、脱衣所と洗面器が、脱衣所と洗面台違うよ。洗面台と洗面器が、脱衣所にあって、それを全部出さなくちゃいけなかったんですよね。だからその洗濯機と洗面台を置くスペースをどうやって確保するかと。思ったら、ここ僕が今やってる動画でやってる部屋、自分の部屋、今の僕の部屋ですけど、そこの、畳1畳分の1列を削って、その部分のスペースをこうそこに洗濯機と、洗面台に当てるということをしました。じゃないとまあやってられないですよね。それ洗濯機がいつでも自由に回せるっていうのはすごいね、なんだろう、ストレスがないので、まあ、それはできるようにしてます。まあ、それに関してもね、まあ、去年の配管を伸ばしたりとかね、排水管伸ばしたりとか、いろいろみたいなのあったんだけど。さすがに一人とかつきたいわな。だからもう今年に限ってはもう、今までの3年間、去年でまあだいぶあらかた終わった感じだったんで、まあ、なかなか楽になったかなっていう感じです。
いやでもこれはね、3年間がね、あっという間でしたよね。なんかあれでもなんか振り返り動画っぽいこと言っちゃってるな。まあ、とにかくあの問題があるとすれば、これ窓が開かないっすよ、重たくて。木枠だし。で、木枠なんですけど、まあまだ使えるということで、あの、襖ですね。襖を滑らす、油とか、あとは普通に、クレとかをレールに塗って、木枠が無理くり滑るようにはしてますね。いや、でもまあ木枠は重たいんで、これどう、重たくて隙間が大きいから、まだまだ課題はありますね。でも内窓作って相当、あったかくはなりましたよね。これ手順間違えて、最初にカーテンつけたのが、悪手っていうか悪手ですね。悪手っていうのが悪手かな。順番間違えてますね。まあでもまあ別に全然 OK で。はい。まあこれはね、あの、引き込みシェアハウスで大工仕事の時に教わった、まあ窓枠ですね。の入れ方が、ようやくあと、これね、さすがにさんにもらった、造作材を3年越しでようやく使うという感じです。はい。なんでまああとは、どうしてもこれでかいんで、これ垂れてきちゃうんですよね。なのでまあちょっとここら辺は V 数1本打ってしまいます。まああんな感じ、まあこんな感じで、まあいい感じでハマったんで、また V 数1本ババッと打って、それで終わりにしようかなと思います。あ、まだ動画じゃ作ってないんだな。それだけ自分がね、動画見てないんよね。で、これ、ちょっとね、今は違うカーテンなんですけど、順番間違えましたね。カーテンじゃなくて、内窓が先でしたね。窓、外窓、内窓、そんでカーテンでしたね。これさ、先にカーテンのね、レールをつけたのは、これまたやりづらくてね。これまあ、なんでもかんでも、順番は重要だと思いましたね。はい、まあそんな感じでですね、徐々に、3年前買った当初から比べればできてきました。ね、ブラック企業ですり減ったりとか、都会の暮らしに疲れただったり、まあ、引きこもりが辛いとか、そういった人のためにね、何もしないようするための場所、徐々に、整備しつつあります。まあ、ちょっと秋田県の豪雨があるんで、来づらいと思うんですけど、まあ、こんな感じでやってます。よろしくお願いします。